こんばんみ、それでは、ジャニーズの最近の内紛劇についてまあざっくりとだけど解説させていただきます。それではね、まず一つ目、ここのところね、藤島ジュリー恵子さんの暴走が全くもって止まりませんね。いやー、参っちゃいます。あんまりにも独裁政治を引きすぎ、これじゃあね、誰もついてこなくなっちゃうんじゃないの。まあね、ジュリーさんの経営手腕確かにすごいと思う。不動産管理事業で3000億円近い年間の売り上げ叩き出します。3000億円っつったらほぼほぼテレ朝と同規模ですね。もしくはテレ朝超えてます。もうね、だから売り上げがね、お金がね、不動産で儲ければいいからっつってね、タッキーまでクビにすることないんじゃないの。あまりにもファンの声を無視しすぎで、タッキーだけじゃなくてさ、松潤もさ、なんか独立させてさ、なんか肩叩きみたいな感じでさ、ブエ戦にしたでしょ。それでさ、スノーマンの連中も給料上げてくれっつって訴えた瞬間にこれになりそうな感じでしょ。給料ね、最低今時30超えてさ、あれだけ売れっ子で月給20万そこそこはないんじゃないのね、恵子さん。確かにエンタメ事業は今厳しいよ、コロナで。かといってさ、あなたが気づいてきたお金じゃないでしょ。ファンとみんな、タレントとみんな一丸となってチームでそのジャニーズ帝国っていうのを築き上げてきたわけじゃない。それがこの仕打ちじゃさ、どうすんのよ。本当にさ、あんまり独裁政治引きすぎ。うん。まあ、松潤だけじゃなくてさ、ね。松岡くんとか、TOKIO の連中とか、みんなあなた、手のいい独立だよね。肩叩きだよね、あなたのやってること。本当にファンからしっぺ返し食らわないことを祈るよ。まあ、恵子さん。近々デモさせていただきますので、その時はきっちりご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価ボタン待ってます。